石島さん、はい、今回はマンション管理試験合格本当におめでとうございます。ありがとうございます。今回あのフォーサイトの通信講座で無事に合格されたんですが、なぜあの通信講座を選ばれた理由があったら教えてください。ある程度誰かに教えてもらいながらなんかやれる方法ねえのかなと漠然とそういうのがあって、で通信講座でやろうと。でなんか昔なんか FP の試験かなんかで一遍フォーサイトの通信講座実は使ったことがあって、でフォーサイトでマンカンもやっぱやってるんだっていうので、いろんな教材があると思うんですけれども、はいはい、この教材よく使ったなっていうものがあったら教えてください。択一問題集ってのがありました、はい、あれは結構何回も繰り返しやってました。もう何回というのはもう3回も4回も、まあそうですね、基本、まあ、あのテキストバーって一通りやった後に、まあ、択一問題集やって、まあ、結構やっぱりその理解が曖昧なところとかはいろいろ出てくるんですけど、まあ、そこで間違えた問題はまたチェックして、まだもう一回その間違えたところだけやっていく。で2回間違えたところは蛍光ペンで色つけてみたいな。でまあ、 あのそれで曖昧なところまで潰していくっていうのをひたすらやってたって感じです。勉強時間の作り方、過去が、はい、まあ、よく難しいっていうお話をいただくんですが、はいはい、西島さんどうでしたか。はい、隙間時間をですね、あのちょっとでちょこちょこやっていくっていうのは結構あの時間ないないって言ってもあの意外とあの 家事とかやってる合間の隙間に10分、まあ、20分とかいう時間を意外と何回もあったりするんですよ。まあ、そういうところで、まあ、ちょこちょこ時間取っていて、で直前期あの、まあ、模擬試験なども取り寄せたりして、はい、結果ってどんな感じでした。はい、もう合格ラインに届いてるとか、まだもう一歩だとか。10回ぐらいやって、まあ、基本的にはあの一応合格ラインには一応行ってた感じでしたね。そうだったんですね。はい、実際の本試験が終わって、はいはい、自己採点はされたんですか。あ、しました。でそれはどんな感じでした。で、まあ、その時が、まあ、一応点数が自己採点で36点だったかな。で、まあ、ものすごい微妙な点数じゃないですか。36って結構それ結構なんか過去それで OK だったりダメだったりみたいなんで、じゃあドキドキだったわけですね。そうですね。うまくいった秘訣といいますか、合格の秘訣振り返ってみてこれだなっていうものはありますか。本試験形式の模擬試験をもうたくさん、もうできる限りたくさんやったと思う。2回目の時も3回ぐらいやったんですけど、 3回分ぐらいやったんで、やっぱりちょっとそれでは足りなかった。でもう一つがノートの取り方をちょっと変えたんですね。過去問解いたりとかで、ここ間違ったところをちょっと、ね、手ノートに書いていったりとかするんですけど、ファイリングするときにそのテキストの単元ごとにメモをその分けてファイリングするっていう視点で、後で単元ごとにあのまとめて見返したりできるようにっていうので、まあ、それでだいぶ頭の中が整理して、まあ、されるようになった。資格試験でも何でもいいんですけども、今後の目標って何かありますか。うちの管理マンションの管理組合の、コンサルに来ていただいている方からですね、ちょっと西島さん、ちょっとうちの会社でちょっと副業でコンサルみたいにやってくれませんかみたいな、ちょっとお声をかけていただいたりとかして、まあちょっと今違う仕事してるんですけれども、まあそっちの方もでせっかく資格取ったんで、ちょっとあの仕事にも知っていけたらいいなって思ってて、一遍落ちたことに、まあ、別に100人中の90何パーセント、まあ、普通の人はみんな落ちるわけですから、まあ、それは全然気にせずにですね、まあ、あとその、まあ、受かった後自分はそれをどうしたい、どういうふうに生かしていきたいんかっていうのを具体的にイメージしていただいて、簡単に、1回落ちただけ諦めるというのはやめましょう。